はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は中学英語の高知就職 ②、丸に接触、か <laughs> んだ、接触節変だね、をやっていこうと思います。で、今回ポイントを含めて5個問題があるんですが、ここだけちょっと注意です。いつもね、こうやって単語1個ずつ入れることが多いんですが、ここフリーであの書いてください。答え1通りじゃないんですけど、みんなだったらここをどうやって入れますか単語は何個でも構いませんので、まあ、そんな問題だと思って、ぜひね、動画止めてやってみていただけたらと思います。 でやってもらった後に分かんなかったりね不安なところがあれば今から自分が説明しながら答え書いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまずポイントの方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあいきましょう、まあ、これもね前回に引き続き、まあ、高知就職が新しく足されたというか結構教科書の中でね高知就職っていう単元ができてるところもありますので、まあ、追加で取ってるものだと思ってください で、ポイントなんですけど、ここはまあもういいよ。だってタイトル入っちゃってるからね。で、一応、名詞を後ろから就職する文のことです。これちょっと大事。文のことをほにゃらら説ということで、えタイトルにも入っておりますが、え接触説と。ちなみにこの言葉は私知らなかったですね。自分が現役の時はやってないはず。だから皆さんのお父さんお母さんもきっとやってない。接触説ね。ちょっと跳ねなかった。<laughs> で、 は関係代名詞ですでここに関してはこの関係代名詞がある程度分かってる方はもう何の問題もなくいけるというか新しいことやってないっていうかねあ知ってますけどみたいななのでまあ多分みんなの学校がねどういう順番で学習してるかが分からないもしかしたら高知就職を学校でした時には関係代名詞がやってないかもしれないでもねおそらく多くの学校がこっち先にやると思います関係代名詞やってからの方が分かりやすいんでね なので、関係代名詞やったんだけども、ちょっと不安だよっていう方は、下の概要欄とかにも、関係代名詞のね、動画撮ってあるから、そっち見てみてください。絶対分かりやすい。そっちの方が。いいかな。よかったらね、お願いします。では、問題演習やっていきましょう。で、今回、この、就職する文っていう、この文ね、に関してなんですけど、ちょっと補足で、ちょっと消、OK、すね。この文っていうのは、えっと、主語プラス動詞。だから、英語で SV ってやつね。 SV この順番のものだと思ってください主語動詞からそれが就職してくるよっていうで前回の動画と同じような流れでやっていくと今これは私が昨日買ったペンですって言いたいでもちろん慣れてくればこんなことやらなくていいんだけど自分がよくね生徒とかにもやってたのはこれもともと何ていう文意味がね通じるように何ができますかって考えたらもうこれはペンですなんだよこれはペンですだって通じるじるゃんこれはペンですってでただ ペンを詳しく説明してんだよね。ペンはどんなペンですかって私が昨日買ったペンなんですよ。だからもともとこれはペンですっていう文があるんだぞって元の文がね。で、これはペンですってどうやって言いますかって This is a pen だよね。だから出来上がってるわけよ。ただこのペンのところ、こいつを就職したい。で、高知就職っていうのは漢字でもわかるように後ろに置いて就職してやるぜっていうものです。 つまり、このペンを後ろから就職したい。その就職する内容は何かっていうと、あれ、青。あ、青だよね。私が昨日買ったってところ。じゃあ、私が昨日買ったってみんな英語でどうやって書きますかまず、死後。私がだよね。だから、えっ、ー、と、青にしとくか、ここは。ちょっと隙間開けます。はい。で、動詞は買ったんだね。買うはバ y ですけど、過去形にすると、ボート。発音しない GH が入ってね。はい、ボート。 で、yesterday ね。昨日でしょ私が昨日買ったですね。これで答えです。以上でございます <laughs>。で、これだけなんですよ。で、今回なんでここフリーね。あの、線を書かずにフリーでみんなに答えてもらったかっていうと、ここが大事なんだよね。カッコにしときます。これ省略してもいいんですけど、実はこれ関係代名詞の that を入れて this is a pen that I bought yesterday と言っても OK だし、関係代名詞の which 入れても、OK、ですだからこれが入ってても丸ねザットとウィッチ両方入っちゃダメだけどだって物の時はウィッチとザットでつなげられるもんねってやったじゃないですか関係ない名をやってる方はねでこのザットとウィッチが省略した形でも通じるわけですよそれが接触説ですだって後ろ見てペンの後ろ「I bought」主語動詞でしょ 主語動詞から始まってるこいつ、就職するこいつのことを接触説って言うんで、I bought yesterday これがペンを就職してくれてるので、こうやってね、こいつを接触説というものだよって。ただやってることは関係代名詞と同じ問題なんだよ。みんなが勉強してきた関係代名詞が、あ、接触説だったんですねっていうだけなの。いいかなっていうだけです。はい。<laughs> あのー、ちょっと余談になっちゃう。あの、スキップしてもらっても構わないんですけど、熟講師やってる時に、まあもちろん英語のね、好きじゃない子もいっぱいいたからさ、でも、このね、関係代名詞の、これ、割とできる子が多かったんです。でこれな何でかっていうと、これ、えっ、ー、と、強制しないからね。ただのイメージの問題なんだけど、これってさ、さっきも言ったけど、This is a pen っていう文と、I bought yesterday っていう文って、 そんなに難しいことなくないだって this is a pen ってこれはペンですって言ってるし I bought yesterday、まあ、本当はね I bought it 私は昨日それを買いましたその it が消されてまあ関係代名詞になってるって話なんだけど私が昨日買ったってまあそんな違和感なく書けると思うよねでそのペンのやつを私が昨日買ったって意味をくっつけたいんだよってだからペンの後ろにそれを置きましたっていう 二つのシンプルな文をただポンって順番で置いただけの文なんだよ。この関係代名詞とね、苦手な方からしたらさ、そんなこと言っても難しいんだよって思うかもしんないけど、少しね、ハードルを下げてほしい。この文って。それでもできてたが多かったもん。その前の部屋のテストとかボロボロだったとしても、なんかここできるんだけど先生みたいなね。結構あったりするからさ。まあこんな感じ。今までやってきた関係代名詞のやつが、今も接触説なんですよっていう。で、これが高知就職なんですよっていうだけです。いいかな じゃあ次行きましょう。えっ、ー、と、先週読んだ本は面白かったと。じゃあ同じようにやっていくと、まあね、もともとの文何かなって、その就職するのを取ったやつね。先週面白かったとかじゃないよね。これは、本は面白かったっていうのが元々の文です。で、この本を、この先週読んだっていうのが、こうやって詳しく就職してる。どんな本なのって。いや、先週読んだ本なんだよっていう話なわけです。 だから、本は面白かったっていうのがまず作れるといい。本は The Book だね。で、面白いは Interesting です。で、本は Interesting に動詞、まあ、B e 動詞をくっつけたい。で、面白かったって過去になってるから、えー、Interesting の前に WAS が入る。The Book was interesting ってなるはずだよね。これで赤のところ。本は面白かったが関係と完成すると。 まあ、まずここに入るんだけどさ、一応まだ決定してないからわずが必要だよなって感じでやってください。みんな問題解くときはね。じゃあ、あとは青の部分です。本を就職したい。で、本はここにいる。The back。あ、ザに引いちゃった。まあまいいか。The back ね。で、先週読んだっていうのをくっつけたいんだよね。で、先週読んだのう意味はないけど、私が言ってるから、私が読んだって言いたい。愛、まあ、が入ってるからね。だから、私が先週読んだをくっつける。私が読んだ。リードの えと過去文詞だからあこれ過去形だから r e d i r e a d で先週先週はラストウィークだねラストウィークつまり The book I read last week っていうと私が先週読んだここねここよいしょいいちょっと失礼、ね、私が先週読んだ本っていう長い主語が完成します これで,であとはさっきねもともとで入れなきゃいけなかったわずかいあるからさこれが一つの塊の主語だと思って私が先週読んだ本ってそれが面白かったですって言いたいだけですいいかなだからこれもさブックものだよねものだからここブックと愛の間にザットと,とかウィッチが入っても OK です関係代名詞でつないでるから 今、省略されてるからね。文字数制限が入ってるし、ここに i が置いてあるから、ザットとィッチは入れられないんだけど、別にフリーで書こうと思ったら書いても大丈夫だからね。いいかな。で、次です。次はちょっと気をつけなきゃいけなくて、香りは髪の長い女の子ですと。じゃあこれもね、元々の文を考えると、 香りは女の子ですって、いや見たらわかるよって話なんだけど、香りは女の子なわけですよ。で、どんな女の子ですかって、髪の長い女の子なんです。こうやって。つまり女の子を就職してると。じゃあ、もともと香りは女の子ですって言いたい。じゃあどういうかって、香り is a girl。もう完成してるわけよ。その、ガール。これね、女の子。これを後ろから髪の長いで就職したい。 後ろから説明したいんでね、詳しくね。ただ、ここがちょっと注意で、これ、ガール。で、その、人のね、特徴やる、特徴や人がね、前に来ているので、ここに入る関係代名詞は、who なんですよ。who。で、こいつが省略できないっていう。こう、ふうでね。で、これで、who の後に入るのが who has、ふう、はーつ。ロングヘア。これは非常によく出てくるね。あの、目が青い。 え、女の子ですとかいうときも、who has blue eyes とかね、言うんですけど、これで、long hair, 長い髪。長い髪の女の子っていうときは、長い髪を持ってるって表現をします。で、who っていうのは三単元の S がくっつくものなので、who has long hair。こういう風に言うことで、香りは髪の長い女の子です。というのが完成します。いいかな でまあ、これがちょっと気をつけるとこかなと思います。今、違うからね、前とね。ここに主語が、こうやってね、入らないので、省略ができないんですよ、風が。そう、だからこうなると。で、ラスト、5番ね。えっ、ー、と、日本製のこれらのおもちゃは人気があると。で、これも元々の文を考えると、これらのおもちゃは人気があると。これが元々です。で、この <laughs>、これらのおもちゃ、まあ、おもちゃにしようか。ここ これを詳しく言ってるのが日本製。日本製のこれらのおもちゃだからね。なので、まずもともとのこれらのおもちゃは人気があるっていうのを言うと、これらのおもちゃは This Toys。これ、これらのおもちゃね。が人気がある。人がポピュラーだ。で、人気がある現在形なので、えっ、ー、と、これ複数,、えー、と複数が名詞だから B 動詞の R が入る。This Toys are popular っていうと、これらのおもちゃは人気がありますよって。 あとは日本製ですよね。で、これは前回の動画でやったように、ほにゃらら製。つまり、日本で作られたっていうのを足したいので、this twice。これですね。これを説明したいから、おっと。加工分子のメイドを入れますと。メイドね。これで作られたです。で、日本でって言いたいから、場所で in Japan。メイド in Japan ですね。 これで、日本で作られたおもちゃと、ここが、高知就職しておりますと。これも、これも主語が別にあるわけではない。まあこれはね、前回の動画でやったとこだけど、これも主語がないんで、接触節とは言わないんですが、こういうふうにね、後ろから高知就職するもありますよっていうので、まあ4枚入れたんですけど、まあこれが主語になって、残りはあと B 同士。これを入れれば、文が完成しますと。 かなまあ、こんな感じでやってもららえたらと思いますで最後ね下の部分ちょっと、えー、補足補足というか説明書いて終わりたいんですけど、まあ、今回みんながね前回の同様から同様動画からね、えー、勉強してくれたこのコーチ就職ありますよね。まあ再度同じこと言ってることになっちゃうんですけど簡単に言えば後ろに置いて就職するものです。後ろに えっと、英単語とか文を置いて説明、えっと、詳しく就職してたら全部もう工事就職だと思ってください。ただ、みんなが学校で高知就職っていうものがね、ボーンってで、工事就職やるぞって言われて勉強するときは、前回やった、えー、現在分子、ING ね。とか、えっ、ー、と、これからはやらないらねえか。えー、過去分子。で、つないで、ほにゃららしているとか、ほにゃららされた。ここはそうだね。 日本で作られたみたいな。ING。現在分子と過去分子を使って高知就職するパターン。もしくは、今回みたいに、えー、接触説を使うと。ただ、接触説に関しては、俺はね、こって勝手に思ってることだよ。接触説っていうのはまあ言葉だけ覚えてもらって、結局やってるのは過去分子だから、過去分子だね。えっ、ー、と、関係ない分子だ。失礼。 結局やってるのはおっと関係代名詞が省略してるからねっていう話だけなので、まあ、この辺を押さえておけば問題ないと思いますだって細かく上げたらいっぱいあるんだもんこう就職なんてだって英語って後ろにおいでねその前のものを説明することって非常に多いからさ だけど、きっと、まあ、こうやってね、高知就職やるぞっていう時には、ここを押さえておけば、まあ、みんなのテストとかにも十分対応できますので、まあ、こんな感じで、ぜひね、覚えてもらえたらか、覚えてもらえたらと思います。では、えー、今回はね、高知就職丸に接触説明をやらせていただきました。で、内容としてはここで終了で構わないんですが、えー、もう一本だけ動画を撮ります。で、次回はですね、並び替え編、もう実践問題なんですけど、あ、えー、の、高知就職って、結構並び替えの問題が多くて、その並び替えが、 えっと、正答率がね、日本の中で低いちょっと一時期問題になったんですよ。だから、テストでも結構、高知就職の時は、並べ替えのが出てくるイメージがあるので、それを、まあ、3問か4問かな、練習問題やっていきますので、もしよかったらね、そちらの方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました